研究所に戻ろう。はあ、データルーム。なんだこれは。どれ、ちょっと見せてごらん。はい、うん。何か重要なものかもしれないな。持って帰って調べてみよう。ああ、今のところ俺には触れないものだね、じゃあ。はい。めっちゃワープした。くそ、二血で帰ったんかな。グラシャのおかげで無事に帰ってくることができた。本当にありがとう。ひどい目にはあったけど、あの砂漠の研究施設にいたとき、いくつか分かったことがある。まずはシャドウが壊滅してはいなかったということ。これは大変なことだ。そして、奴らはまたもやダークポケモンを作っていたということ。その上、リライブ不可能な究極のダークポケモンを作ろうとしているんだ。シャドウは再びダークポケモンを使って世界征服を企んでいるんだろう。このシャドウの新たなダークポケモン計画に対抗するためには、なんだそのリライブホールか。所長、リリアさん、やりました。ついにリライブホールが完成しましたよ。まあ、おお、なんというグッドなタイミング。とうとう完成したんだね。僕のいない間にもよくみんなをまとめてくれましたね。リリアさん、ありがとう。よし、それじゃあ早速みんなでリライブホールを見に行くとしましょうか。はい、よし、行こう。さて、何が入ってんのかな。ハピナス。グラシャ、見た目、これがリライブホールだ。5年前の事件をきっかけにグラシャの父さんと僕が設計したんだ。もし再び悪の手でダークポケモンが作られたら、我々の力で救ってやりたい。そんなグラシャの父さんの強い思いを実現するために、僕らはこのポケモン総合研究所を作った。グラシャの父さんがこれを見たらきっと喜ぶと思う。みんな、僕がいない間にリリアさんと一緒によく頑張ってくれたね。よく喋るな。よし、じゃあグラシャにリライブホールの輝かしいスタートを切ってもらうことにしよう。どうやんの。その前に君からリライブホールのことを簡単に説明してあげてくれたまえ。急に降ってく。はい、それじゃあグラシャ、よく聞いておくれ。はい。リライブホールはダークポケモンが普通のポケモンたちと触れ合うことでリライブを進める施設だ。ステージと呼ばれる場所にダークポケモンと普通のポケモンを置いて互いに交流させるんだ。ステージには真ん中にダークポケモンを1匹、周りに普通のポケモンを4匹まで置ける。そんなステージがここには9つある。だから一度に多くのリライブを進めることができる。気をつけてほしいのは、ステージにダークポケモンを置いただけではリライブは進まないってとこ。周りに普通のポケモンを置いてあげることで初めてリライブが進み始める。この時ステージに置く普通のポケモンの数と相性がポイントとなる。は？はあ。まず数について。ああ、多い方がリライブが進む。次に相性について言うと、どんな性質のポケモンか、どんな向きで並べるか。これをいろいろ工夫するとリライブのスピードも随分と変わってくる。はあ。詳しいことは後で聞いてくれたらいい。そうか。 OK、 リライブホールスタンバイ OK。 なるほどね。まあ、触ってみろってことだね。はい、リライブ。じゃあここに編集するってやって、でもここにまずセンターに、じゃあ早速このエネコロロを置きたいんだけど、ステージ1、これに置くことで、あ、エネコロロを置いて、で、まあ、通常に戻ったグラッチなんかを置く。はい。パッションとかテンポとかいまいち分かってないけど。で、ついでに姫子も置いてみるか。ノーマルタイプ同士で相性がいいかもしれない。はい、
ファッションってなんだろう、やらかな。とりあえず同じタイプの方が良さそうだね。あ、といってもノーマルタイプもういないんで。で、さらにこのミスター水曜どうでしょうを置くことで、あ、さらにゲージが育つと。じゃあもう一本置いちゃおう。リライブホールの扱いについてはね、また今度考えるんで。じゃあ勘吉置くか。勘吉あー、なんかいっぱい置ける。なんか場所によってやっぱちょっと違うんだな。はい、で4匹までしか置けないって書いてあったと思うから、あ、いいね、置けないね。あ、マックス来た、マックス。これ誰か置くと、あ、下がるね。この組み合わせがよくわからないけど最高なんだな。姫子泣くな、泣くな姫子。うん、まあ、いや、ちょっとよくわかんないけど、まあ、適当に触っていこう。そのこの辺はね。うわうわー、なんだこれ。あ、これもしかしてパッションだからパッションな感じに流れてるのか。じゃあちょっとね、キバニアをさ、キバニアを置いてさ、キバニアパッションだな。キノココはすごいシュールな絵面だな。今ノーマルってすごい書いてあるから、やっぱタイプ関係あるんだよな。あ、こっちのなんかこう、こっちのがなんかノリノリ感があるもんな。はい。リライブホールはどうだったかな。このシステムがあれば一度に多くのダークポケモンをリライブすることができる。はい、リライブホールへはパソコンからもアクセスできる。あー、それ便利だね。あとはいかにシャドウの手からダークポケモンを取り戻すかだな。これはスナッチマシンでグラシャにもっともっと活躍してもらうことになるかもしれないぞ。完全に俺頼みだね。はい、はい、ちょっとリライブセレモニーって、あー、リライブゲージゼロになったダークポケモンのいるステージはリライブセレモニーを、あー、あ、だからなんかあれだね、リライブが可能になるとなんかいちいちメールが来るんだ。うん、なるほどな。
はい。さあ、ついにね、リライブホールが完成して、まあ、たくさんのポケモンのリライブができるようになったってところで、そうそう、この辺パッションとテンポ教えて。ビジターのダークポケモンがリライブする速さのことをパッションと呼んでいる。パッションを高くするにはまずステージのテンポを良くしておく必要がある。もう一つ、真ん中にいるダークポケモンが周りにいるポケモンのどれに向いているか、それも重要なんだ。ダークポケモンが自分から見て効果は抜群だのタイプのポケモンに向いてくれれば OK さ。はいはいはい。じゃあ水タイプのポケモンから見て炎タイプのポケモンを見ればいいんだな。はい。テンポ。ダークポケモンを取り囲んでいる普通のポケモンの間の相性の良し悪しを合わせたものをテンポと呼んでいる。テンポのいいポケモン、テンポのいいステージを作ることがダークポケモンを効率よくリライブするための鍵。はい。普通のポケ、そうだね、まずたくさん置く。普通のポケモンたちの間の相性。後ろから見たポケモンのタイプが、後ろから見た前のポケモンタイプが効果は抜群だったら締めたもの。はあ、ややこしいなぁ。なんかややこしいなぁ。はい、じゃあちょっと一回ここで収録止めて、次回はまあ多分また別のとこ行くんだろうな、そんな感じで行きたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。最後の扉開けてあげようって言われてるから、ちょっとメリープのリライブから始めましょうか。よし。なんだよ。あ、そうだ、リリアさん。僕らが研究施設から持ち帰ったダークロムの解析はどうなりました？データロムな。あ、それでしたらバスターさんに頼んであります。おお。バスター石倉かい？お願い、グラシャ。2階へ行ってバスターさんに様子を聞いてもらえる？おお。うん。あ、2階ね。あ、マナが。だけど、それ、そういうね、研究所の中とはいえ単独行動はね危険ですよ。2階に行ってバスター石倉に会いに行けばいいんだな。さあ、ここで急にねさらわれるなんて展開はまあないと思うんだけど。はい、この人じゃない。バスター、バスター、あー、隣か、ここの隣だね。ここの隣でバスターいないじゃん。バスターさん、いつもここでパソコンカチャカチャやってる人だよ。うん、どこ行ったんですかね。まさか。何？はいはい、ゴクリンがリライブできるようになりました。はい、まあ、歩いてるだけでねリライブできるようになるからね、もうすごい楽だね。バスター知らない。ああ、深刻な顔して下に降りてった。マジか。ここまたシャドウが関わってるんじゃないの。大丈夫ですか。ちょっと、へい、そこのキルディアの人バスター知らない。ああ、はい。レベル30でね、確かキルディアは進化するから。あ、プラするとマイナンがいる。プラするとマイナン、プラプラ、はいはい。バスター、おう、外へ出てった。マジか。バスター、ちょっとあんまり勝手にうろちょろしないでいただきたい。バスターどこ行ったか知ってる？悲しそうな顔して研究所の外。おいおいおい、大丈夫か？バスター、お前か？ああ、所長ごめんなさい、僕には解析できませんでした。なんだなんだ、そんなことか。おう、すごいプロテクトがかかってる。相当な腕。あれかい、あの、なんとか博士んとこ行く？ああ、その人は一体？データロムをパイラタウンの ONBS。 パイラタウン、パイラタウンってなんか聞いたことあるな。ONBS。 はい、スレッド、パイラタウン。うん、またちょっとゲンチャ飛ばして行ってくるよ。でもその前に
その前にちょっとあのリライブね、リライブ優先させてね。はい、じゃあ早速ね、今回ゴクリンとメリープができるんで、とりあえずゴクリン行こうか。はい、はい、ゴクリンの心の扉が開いた。何覚える？電撃、電撃よ。え？あ、歌うはいいね。ちょっと命中率足りないけどね。あ、リボンね。そうだね、この子たち戦ってないもんね。戦ってないけど、なんかリライブできちゃったね。名前か、ゴクリン。あね、もうちょっともうパッと見の印象シリーズでいきます。ちょっといい、はい、まあ、ちょっと進化したらちょっとだいぶイメージ変わっちゃうんだけど、ヨモギいいね。これメスでさ、ヨモギでさ、別にズンダでもいいんだけどさ、まあ、ちょっと今回ヨモギに、ヨモギ、ヨモギでいきますね。はい、まああの多分スタメン入りしないだろうなっていうやつはすごい早いですね。じゃあメリープ、メリープはね頑張ってもらいたい。 なぜなら電磁波を使えるから。このゲームにおける電磁波の有用性ね。メリープの心の扉が開いた。はい、何のしかかり、また麻痺だね。癒しの鈴、はい、まあ、この子はそれなりにね戦闘にも出たんでレベルも上がるでしょうよというところで、あ、メリープの様子が。あっと、あー、ボコボコになった。ちょっと待ってね、モココに進化しましたよ。いやー、いやー、それは別にとてもねいいことなんだけど、先代のさポケモンコロシアムの時なんてニックネームつけてたかなっていうのをちょっと思い出すところから入るんで、はい、ちょっとカットさせてね。はい、ちょっとあの昔のポケモンコロシアムを実況プレイしてみた、あのパート11ですね、パート11をちょっと見返してきて、その時にね確かモココがリライブして、でさっきと同じようにね、あのモココが電流に進化してるんですね。でその電流にではね、あのみかんの電流にあやかってあかりちゃんってつけてんですよ。まあ、今回ね、まあ、オスなんで、オスでしかもモココスタートなんで、まあ、ちょっと何かいい名前ないかなってこれから考えるんですけれども、どうしよっかな。へえ、なんかさ、こんな名前のやつプリキュアのマスコットにいなかった？はい、モココニックネームモッフルでいきましょう。はい、モッフルです。でね、俺すごい勘違いしてたんだけど、ポケモンコロシアムの時電流別にスタメン入りしてなかった。だからこそ今回はちょっとね頑張ってもらいたいなっていう気持ちが多少あるんでね、まあ、ちょっとリライブセレモニーいじりながら手持ちちょっと変えます。はい、編集点。はい、でね、今手持ちとリライブホールちょっといじってまいりまして、リライブホールがね今まあこんな感じで、まあ、リライブホールに糸丸と、種棒置きまして、あ、ちょっと今のところスタメン入りはしないかもしれないというか、手持ちに入る余裕のない
子たちをちょっとここに置いています。まあ、セーナーあたりはねちょっとまあ採用したいなって気持ちはあるんですけども、で手持ちには、まあ、キバニアにちょっと、待ってもらって、手持ちにモッフルとヘルダルフを、まあ、ほぼほぼこの2匹は内定してもいいぐらいなんで、で、まあ、ちょっと手持ちにねドンメルとキノコ子、そしてボス、なんだ初音ミクっぽい髪型のやつからスナッチしたエネコロロを連れております。よし、それじゃああそこに行こうか、パイロタウン、パイラタウンに行きましょうか。いや、しかしね、収録自体も、まあ、1週間ぶりぐらいで、あんまり覚えてないかなって思ったら、意外とリライブホールのことちゃんと覚えてましたね。よかったよかった。じゃあ、行きましょう、パイラタウン。ここなんてね、仙台ポケモンコロシアムにおいては、あ、懐かしいね、この指パッチンな感じ。あー、すげえ、まんまじゃん。5年経っても変わんねえな。あ、出たよ、ダークポケモン使い5人衆。おお、トレーナーいっぱいいるね。あいつらみんなトレーナーだろ。いや、懐かしいな。レイラさん、待ってくださいよ。何？なんだなんだ、すごい走りにくそう。なんだ、テレビカメラマンかい、リポーター。レイラさん、待ってくださいよ。おお、なんだ、カメラマンは脚力が命だぞ。さあ、こんにちは。レイラのやつ、今日もバタバタと慌ただしく出ていきやがったか。まったく忙しいやつらぜ。どうした坊主、なんだ俺の顔見てんだよ。なんだなんだ、あ、パイラの門番って呼ばれてるマサ様だぜ。ねえ、その熱い一戦俺に勝負を挑もってんだな。バトルならいつでも受けて立つぜ。おお、パイラの門番マサ様の力を見せてやるぜ。カルシウム取ってくか。お、ゴロつきのマサが勝負を仕掛けてきた。あ、ラルトスだ。ラルトスとブルー。じゃあこっちはいけ、シャワーストドンベル。わ、鈍感をトレースした。あ、手持ち多いね。とりあえずラルトスを、穴を掘るを覚えた。いいね。シャワーズ噛みつく。ガブリンチョウ、いいよ。ラルトスをやって、タネボー、どこだ。あんまり効かない。さあ、リバース。ドンメルもね、コータスに、コータスじゃねえや、バクーダになったら結構火力出るからね。ただ、バクーダってポケモンコロシアム的にはすごく良くないポケモンで、このゲーム基本的にダブルバトルなんで、相方をね、地震で倒しちゃうっていうお茶目なね、バクーダを僕は知ってるんで。ね、その辺ちょっとジンクスってやつがあるからね、このパイラタウン。まあ、戦ったのはパイラタウンじゃないんだけど、バトル山なんだけど。はい、ブルーをやった、レベルアップ。いい、いいね、いいとこ。お、電光石火、電光石火ですと。まあ、体当たりと交換していいね。じゃあ石火覚えるんだ、いいね。はい、電光石火を覚えました。で、俺はね、ではね、ナチュラルにね、ナチュラルにドンメルを呼びかけるの忘れてたね。あ、種棒が我慢した。危ない危ない危ない、やばいやばい。ドンメルリバースになってるから呼びかけなきゃ。ヘイドンメル。おお、1ゲージいったね。いいよ。我慢している。まあまあ、砂でもかけとく。
ごい時間稼ぎオッズみたいな感じだけど、えい、あーいないのにお前さん、あー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 、画面にいないのにとりあえずせっか、ダンベル帰ってこい、ダンベル、えい、あー成長、はい、ドンベル、パパパ、はい、せっか、いいよ、はい、勝った、カルシウムが足りねえぜ、うわー、おっと、ちょっと画面が固まったな